県内で唯一、学校の敷地内に1944年8月に撃沈された学童疎開船しま丸の慰霊碑が立つ読谷村古源小学校。住所は祖部999番地の1。1990年の平成2年8月22日に建立されました。この内容などは読谷村の戦時記録にも掲載されており、当時の徳山校長が折につけ児童たちに桜の木の由来と対馬丸の悲劇について話してきましたが、いつしか木製の立て札は腐食が甚だしくなり、そして字も確認できない状態になっていたということで、校長先生が退職の際に相談の上、この石碑を1990年の8月22日に建立したとのことです。さあ、ここには15名の生徒さんたちのお名前が刻み込まれています。